では、ただいまより開場いたします。柱木のお座りを、はい、会場となります。してください。はい、ゆっくりどうぞ。はい、押さないでくださいね。室内では第1回目ということで、11月の5日、今回は今年最後の、市民会館のフリーマーケットという形になってます。今年で9年目です。江別市内では14、5回です。近郊で厚別、あと今年から岩見沢の方で開催することになりました。野外の方は江別市役所の前の正面駐車場をお借りしまして、5月から定期的にだいたい月2回、1回ぐらいのペースで10月まで7回から8回という形で開催しております。初めのうちはなかなかフリーマーケットっていうことが市民の方に定着してなかったんですけれども、2年3年ぐらい経ちましたら、市民の方もフリーマーケットの楽しさ、あと物を大事にしようっていう環境保全運動の方にも関心を持っていただきまして、年々出店者の方も増えてますし、来場者の方も本当に増えてます。特に今回この市民会館の中で開催しているフリーマーケットには一応100ブースという形で出店枠を設けたんですけれども、200以上の出店の希望の方がいまして、100ブースぐらいの方にはごめんなさい書きを出したという形になってます。今回、そうですね、日曜日開催ということで、11月の5日、今日の日曜日は本当に天気があんまり良くなかったんですけれども、会場の外にもたくさんの方が並んでくれて、初めのうちは11時開催ということが市民の方々がよく分かっていなくて、9時ぐらいから外の方にびっしり並ぶということもあったんですけれども、この2、3年に関しましては来場者の方もこの辺がよく理解していただきまして、11時の開催を待って30分ぐらいからたくさんの方が並んで順番に入っていただいているという形になってます。一つのブースの大きさはだいたい2メーター×2メーターっていう形で、出店料は1ブースにつき2000円になってます。ただ江別のフリーマーケットの場合は父母会のブース、父母会の場合は1ブースの申し込みに対してプラス1ブースを無料でお付けするっていう形を取ってます。あと市民活動団体の方とか、それから自治会の方にもそういう無料のブースをつけるという形で、皆さんに広くフリーマーケットの楽しさを感じていただければなっていう形を取ってます。で、今この会場内見ていただきましたら分かると思うんですけれども、もう広さがこの程度でもう決まってますので、できれば本当はもっと広い会場が借りれれば、落ちる方もなくみんなで楽しくフリーマーケットができるんじゃないかなっていうのと、あと子どもたちのリサイクル教室もなんとか屋内でできるようなスペースを設ければ、一緒に来ている子どもたちにも楽しんでいただけると思うんです。